これマジ殺人鬼が来ても大丈夫だね。バイオハザードで隠れることできるな。前回のね、隠し扉の動画で、まあ、ショーツなんだけど、こういうコメントが来てて、でもやっぱ想像するところってそうだよね。まあ、だから今回は、泥棒が来ても実際見つかんないのかっていうのを検証したいんだよね。実際はいけると思う。実際ね、ぶっちゃけいけるよ。殺人鬼とか、ゾンビとかだったら絶対見つかんないのよ。なんでかって隠し扉があるっていう脳になんないから。今回、これを使います。何これ、バッテリー、これバッテリー違うんけよ。電源取れないところあるから、バッテリーが必要だと思って、今回これを用意しました。そして舞台はここ、おなじみ岐阜県海津市おじいちゃんの家。じいちゃん、それ俺の靴。何ひろゆくん、おじいちゃんの靴開いてんの。じいちゃん隠し扉作ってんだけど。え、何なんて見たことない。え、扉があんだけど。突如として現れた謎の空間。え嘘わしこの話しとる場合やないぞ、これは。じいさん、これは何。おじいちゃん、これは何。ちょっと光見えるけど、あそこから廃棄するわけよ、勝手に。ここネズミとかいないの、ここ。これ電気つくんか。あんの。この家の構造見てみたいんだけど、ちょっと入ろう。今は亡き積水ハウス30年前の最上位モデル。かなり広いね。知れば知るほど謎が深まっていく。こんなとこがあったんだ。コウ君どうすか、実際この電源のない屋根裏で作業してみて。手の子でやるか電の子でやるかの違いだからね。それがもう めちゃくちゃ長い延長コード伸ばしてくるかってなるけどね。まあまあ一回からね、まあ、危険ってのもあるから、うん、でこういう モンスターポータブル電源があるわけですよ。感動してさ、うちらも土地借りてやってたけど結局ねできないのよ。でそしたら重い発電機とかね、ね、そんなんもまず持ってないし。それ使いながら扇風機ついてるからね。こいつがなくなっても0から 80% まで1時間で充電できるし。早くない？めちゃくちゃ早いの。急速充電の裏側にね、6つ、合計1600ワットの、電源が取れるとこあって、あらゆるところであると思ってます。で、これはみんなにもこう、俺はすごいお勧めしたいのは、これ災害に備えるっていう意味でもすごくいいなと思ったから、もうこれプラス太陽光発電あれば。そうだね。でちょっと今ソーラーパネルないんだけど、ソーラーパネルでももちろん急速充電できるし、あの車のカーポートところでも急速充電できるか だからキャンパーの人とか、あの家を持たない人、車中泊するとかいう人もすごいいいわけよ、これって。こんな広かったんやなって思うわ。テレビ局の舞台裏やで、こんなん。じいちゃんがここはわしの自慢の家やって言っとったそれなるわ、こんな改造しちゃったら、ね、よいしょ。屋根裏にソファなんてあげたことない。なかった。ないね。次だ。お疲れ様です。あったよ。お疲れ様です。やったよ。でかいね。年季入ってないと逆に新品じゃダメだから。まあまあまあ、そうです。うちに似合ってるよ。うわ、おにぎりうまっ。あ、5分の1で俺や。誰からや。彼女ドナツにやってくれよ。彼女やって。いい日だ。お疲れ様です。それがっす。お疲れ様ですって言われる。
っこいいね、装置作ってるみたいで。ロックをひねって。はい、オッケー。ああ、いいね。オッケー、カモン。下は若干開いてるんだね。おお、びっくりした。うわ、そういうことね。うわ。よっしゃ、やば、全部デルタで賄ってるから。何がついてんの？扇風機1台とライトが3台、うん、レオンコでドリンク冷やしたかったんだけど、ちょっとなかったから、うん、それはちょっと諦めるわ。オッケー、行ってらっしゃい。行ってきます。今回の挑戦者、刑務所から脱獄した凶悪犯カバちゃんです。カバーこんなコメントがあって、あの殺人鬼が来てもこれ逃げ切れるんじゃねとか、かくれんぼからちょっとレベル1段上げて投資に行く役です。そういうこと。極悪犯、大事な相方を殺されるわけにいかないのであの頑張って隠れてもらってます。わかりましたか、はい、それではよろしいでしょうか。見つけたらボーン、はい、いきますかね。いいよ、 OK。 タイムリミット20分、よーいスタート。僕はこの家にね、何度かお邪魔したことがあるので。あ、母ちゃん、え、何回も強盗に入ったことあるの、この家？ちょっとそれは、ちょっとね、そういうわけじゃないですけど、あのね、お、びっくりした、もうダメじゃん。この主に合っちゃってるから、ね、一応、隠し扉ってことで合ってますもんね。うん、合ってますよね。うん、まあ、どんな隠し扉ね、かはちょっと今までとわかんないですけど、地図をちょっとこう、昔、おじいちゃんがくぐっていった。わ、ここはないっすね。お邪魔しまーす。リビングです。お邪魔しますとか言ったら、ね、お邪魔しますとか言わないからね、もう泥棒やからね。こういうところをみんな探すけど、うん、結局ないんですよ。お、すごいな、かわちゃんはもうね、あの、もちろん見てるし、そうです、あ、いつもね、あの、一緒に作ったりね、現場を知っちゃってるからね。そうなんだよ。意外と、ここの煙突だよね、確か。煙突のこの中にこうサンタ的な板り、なんか仕掛けがあったりないんですよね。リング通過してお風呂、お風呂場へ繋がる場所ですね、うん、まあ、こういうとこはもういないと思ってるんで、僕は。おお、見ないです。やばい、これこんなにでかい枝に、こういう木を見ると、あ、なんか手を施したんじゃないかっていう。ちょっとでもね、かわ、うん、ちゃん残念やけどね、うん、この家じいちゃんがかなり自作しとるフェイントが、それフェイントめっちゃあるかもしれない。フェイントが多いか、うん、こんな泥棒のんきにしとれないけどな。残り嘘でしょ15分です。あー、もう5分経った。ないっすね。あ、ない。あ、いないっすね。あれ、俺この辺はさ、なんか泊まって一緒に寝たことがあるんだよね。いやー、ちょっと待って、今のところ何にも手がかりというか、うん、まあ、見てきた部屋は多分ないんだろうなっていう勝手な推測ですよ。この前に、ここがトイレやと分かってたね。あそこにカメラがあるのを見つけてしまった。鋭い。あれ、こんなとこあったっけ。お、こんなとこあったっけ。いやいやいや、あれ、じゃあ前はさ、ここやったのよ。あ、でしたよね、ガシャッと覚えてね、パカッてやってガシャッてやって。そうですよね、こちらの動画です。第3回やっけな。見てる、見てる人ほど、うん、探し方知ってるから、目の付けどころとかですよね。あ、で、あっちはおばあちゃんいるからなしね。あ、こっちダメっすか、うん、だってさ、今のところ何も怪しいところがないんだよね。普通なのよ、普通のお家なんですよ。わ、ね、分かるよ、そんな普通にバレたらね。ですよ、ね、もあれ、ここ怪しくないって思うところはやっぱ僕のね、うん、結構ずっと見てる 身からするとあるんですよ、うん、やっぱり、うん、残り10分です。いやー、半分ですか。ここもね、なしだ。ここダメ、おばあちゃんの部屋だから。はい、うん、OK です。
ゃん、欲しいんだよな。でも俺ね、ここ怪しいと思ってんだよ。あ、上。まあまあ普通に考えたら怪しいよな。怪しい気がする。まだ行ってないですからね。うん、そうね。とりあえず2階までは全部見たんじゃないですかね。うん、おじいちゃんの作業部屋でーす。今のところはマジで見逃してはいないと思うんだけど、うん、いやでもね、うん、かわちゃんの言葉の端々からセンスが伺えるわ、うん、センス伺えますか。マジで見逃してることはないと思ってる。めっちゃ怪しい。どこか怪しいなぁ、怪しいなぁ。何、どこら辺怪しい。え、こういう切れ目とかっすかね。この前の忍者のやつですよね。回転する的な。まあ面白くはしてるからね。ですよね、うん、あと何が怪しいって、うん、なんでここだけ、ここだけ、うん、わかります。うんうん、あれ、それはもう作った人に言ってや。いやだから新たに壁を立てたかもしれないじゃん、うん、全部見たって。全部見た、全部見たはずなんだけど。ちょっと待ってね、はい、おじいちゃん、わあ、バカ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 、おじいちゃん。開始早々おじいちゃんと鉢合わせしとるんよ俺は。おっとか言ってるな。あれリアルだったらやばいよな。残り5分で、まだまだまだ立ってない、立ってない。残り5分です。俺も15分も探したの。いやもう怪しいよね、もう。あ、開けないでくださいみたいな。いや隠れてますよみたいなさ。こういうスリットは使わないんですよ、ツインズさん。こういうスリットは使わないんですよね。なんかこう奥の奥にいるんだろうなって思うんだけど。ガチで探してる？ガチで探してるよ。やらせ一切なし。残り3分30秒です。1曲やって大体。ヒント。マジでわからん。ヒントいきます。うん。1階ではありません。2階だ。2階だ。2階だ。すげえ。はい。でも2階って言われても、わかんないな、うん、って言われてもね。うん、2階か3階。さっきの3階はマジで怪しかったけど。作業のすすとかない？作業の、うわ、やばいやばい、それは変態。作業してた、それは変態、やばい。火を切った時の一番やってほしくないやつや、俺らが。残り2分です。出禁にしたおじいちゃんは隠し扉であのヒントを言うから。じゃあ答えを言うから、じいちゃん。鏡の間。鏡の間っていうから。残り1分です。叩きたいんだね、やっぱね、うん、いや怪しいんだよな、やっぱここ怪しい気がするんだけど。なんか今ん、あれ、ちょっと見つけたかも。残り50秒。ちょっと待って、見つけたかもしんないっすよ、俺。はいよ。だってだってなんかおかしいって言ってたもんね、俺ここ。え、まさかの、まさかの。え、残り30秒。開け方がわからんのやって。え、し、あ、でも閉めた。あ、開いた。ちょっと残り20秒。開け方、おっと残り10秒でした。いやー、カバちゃん見事。あれ、カバちゃん、あの、これで突き刺すって言ってた、あの棒が2。あった。いやあ、ドラゴンおった。ドラゴンおった。おかしい。もう意味がわかんないんだけども、それは。この家にまだこんな秘密が隠されてたとは。ガチの屋根裏があります。え、すごっ。こっちからこれで。と、その時、新たな侵入者が。一回置いてきて、隠し扉探して。え、どこだろう。でもこれなんか、あとさ、うん、これ怪しくない？これあれか、縫い目っていうか、境界線か、これは。すごい、なんでさ、とかに目つけるの。
見てからちゃんと見てから。下調べを怠らない。一体何者なのだろうか。見てるから見てるから YouTube、残り3分です。この部屋、この屋上、屋上だよ、ね、屋上っていうか屋根裏。これ、これなんかバカッと外れる。こっちにはさ、ないじゃん。あ、あるの。でもないな。残り30秒残り30秒うん。でも、扉残り10秒あでそこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない。どこどこ10 9 8 7ここ、ここないしかない。わあ、おお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 おそもそも空間あった。こんなんなってんだ。すげえ。めっちゃアンティークだよね。すげえおしゃれじゃん。ちょっとカリブの海賊風に。そう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 。あの赤の感じとかいいよ。うん、とか初めて見た。ということでご視聴ありがとうございました。今回はカリブ海をイメージして作りました。もうカリブ海。あなたのお家にもまだ空間は残っていますよ。いやもう絶対嫌なのよみんな。あなた一部の人だけ欲しいけど。3日間やって。充電したのが1回だけ、うん、うん、それも全然 30% ぐらいの時に充電しとるから、で今 80% までしか減ってないから実質1回も充電せずにいけるっちゃいけたんだよね3日間。あ、そうだね。まあびっくりよ。ということでですね、7月5日から Amazon プライムデーセールでデルタ1000も出るので、そちらもぜひチェックしてください。次の動画はスレナちゃんからチャンネル登録通知ボタンもよろしくお願いします。ツインズメンバーシップ始めました。裏話はしてますので気になる人はぜひチェックしてください。次回の動画見てね。バイバーイ。